じゃあこんにちは。さあ、豊さん、はい、西武はですね、はい、現在2軍の監督を務める西口文也氏に1軍の監督就任を要請する方針であることが、はい、球団の関係者の話で分かったということが出てきました、記事に。なので、これも多分事実上西口2軍監督が新たに1軍監督になると。まあ、この時期だしな、はい。で、まあ、西武の動きとしたら、はい、シーズン終わってすぐなんかどっかでキャンプ張りたいよね。そうですね、来季に向けてっていうことでね、はい、だから、まあ、早く早急に決めたいっていうのは多分あったとは思うけどもね、うん、はい。でそれに伴って、鳥越雄介氏、はい、元ロッテの一軍ヘッドコーチなんですけれども、はい、その鳥越さんが来シーズンの1軍のヘッドコーチに招聘する方向で調整しているというような記事も一緒に出てきました。これは、うん、まあ外からっていうことになるんですかね、元ロッテということで。まあ外、まあ、でも新しい地というか、はい、いろんな地を入れた方がいいなっていうような、まあ、気はするんだよね、うんうんうん。だから今までやってた人たちっていうのは体質的にあまりいい体質を持ってるとは言えないよね、はい。まあ、これ変な言い方じゃなくて、うん、こうなんか強い時期の、うん、まあ、西武、うん、まあ、例えば工藤が監督をやり、はい、で秋山浩二が監督やりとか、うん、ああいう、まあ、石毛さんもそうだったけども、はい、ああいう黄金時代世代じゃなくて、うん、ちょっと弱い時期の、うん、っていうようなことよりも、はい、やっぱいろんな血を入れてなんかいろんなことでこう、うん、ぶつかり合いながら強いチームを作っていくという、うん、はい、まあ、その方がいいのかなっていうような感じはするけどね。そうですね、うん。まずはその西口さんなんですけども、豊さんはまずこの西口さんが一軍に昇格して監督っていうのを聞いたときに、うん、率直にどういう印象というかどういう感想を持ちましたか。まあ、俺は、うん、西口云々というよりも、はい、西武を再建するにはどうしたらいいかなっていうふうに、うん、個人的に考えたときに、はい、架空だけども、うん、誰か監督の置くとしたらこの監督がどういう目を持ってるか、うん、まあ、例えば西武というチームを全く知らない、はい、白紙の状態で見れる人が俺はいいなと思ってたの、うん。これは何でかというと、はい、色眼鏡で見てる、はい、性格まで知ってるとやっぱりね、いい判断ができない可能性があるということ、はい、うん、だからそういうふうに俺は想像してたんで、うん、まあ、二軍監督西口ほとんど知ってるよねみたいな、まあ、そうです、ね、まあ、俺が考えてる真逆言ってんなっていう感じ。なるほど。だからまあ西口がどうのこうのっていうよりも、うん、俺の想像の最初の中でね、うん、まあ、そういうふうに描いてたんで、うん、ああ違う方向に行ったんだなっていうふうに、うん、まあ、これはこれで期待しなきゃいけないんだけども、はい、どうなるかね。そうですね、まあ、そのソフトバンクが2軍の小久保監督が1軍の監督になったっていうのがまた違うってことですね、うん、状況がってことです。まあ、それがね、うん、もういいとされてるんだよ。まあ、例えばルーキーが入ってきて、うん、そのままでやらす、はい、で触るな、うん、このままでいい、いやコーチ監督絶対触らないでくれみたいな、これがね主流になってるんだよ、はい。いやそれは臨機応変に、うん、違う形もあって当然いいんだよ、うん、ね、だから新庄監督がなぜ成功したかって、はい、2年間みんなにボロカス言われてたんだからな。そうですね、まあ、誰がお前今年の成績を想像できたか、うん、はい、俺は想像してたよね、順位表からすると。まあ、そうですよね、上位に上げてたので。やっぱりねゼロからスタートしたから、うん、新庄監督が、はい、いやだからこれは期待できるなと思って見てた、はい、俺は解体してほしかったなっていうふうに思うね、うん。まあ、でも西口の度量、はい、センス、うん、まあ、どういうものがあるのかっていうのは全くやっぱ分からないし、はい、で人となりっていうのも話したことはあるけど、はい、そこまで話したこともないし、うん、だから分からない、はい、分からないから何とも言えないんだよ、うん。でも俺が描いたのとはちょっと西武再建という意味で考えた色とは違う。まあ、これはこれでもうしょうがないよね。まあ、そうですね、もう、まあ、球団が判断したわけだからね。そうですよね、うん、確かに。一応記事に載っていたので真意は分からないんですけれども、うん、まあ、西口二軍監督も含めいろいろ外部の方も名前は挙がっていたようだというふうには、うん、記事は出ていたので。全部断られた。いやどうないですけど知ってんだろうかお前いやいや、まあでも今のね、うん、西武を本当にやろうと言ったら本当に勇気がいるよ、うん。まあ、覚悟はいりますよね。覚悟はいる。ただこれで本当に
ね、強いチームにさせたらそれはすごい、いやそれはすごい実績ですね。まあそれはもう他からもね、うん、あのお話来るだろうし、うんうん、ただなんていうんだろうね、これからまあヘッドコーチが鳥越、そうなんです、まあ、まあ鳥越は鳥越でいいとして、はい、他のコーチどういうコーチを配置していくのか、うん、よそから持ってくるのか、はい、二軍監督はね、まあ、西口がやってたわけだから誰にするのかとかさ、はい、そうなあ、まあ、いろんなことが山積みだな。ですよね。うん、まあ、西口さんがそのまま昇格というのは、その手腕を買われてその昇格っていうこと、ね。まあ、二軍監督をやらしてるぐらいだからさ、はい、まあ、それらの手腕は持ち合わせてるんだろうなっていう、これは想像だけども、はい、そう思うよ。うん、じゃないとやらせられないでしょ。まあ、そうですよね。うんうん、まあ、西口がやってから問題も起きてないし。いろんなまあそうですね、下でちょっと結構問題の多い球団だからね。そうなんですよね、うん、いろいろと。確かに、ただその二軍にいる選手も知っているということに関しては、やっぱりその一軍監督になった時の強みっていうのはあるんですかね。それはないくはないよね、うん、なくはないけども、俺はフラットで知らない方が良かったと、うん、それとやっぱ選手今年契約をしていくだろうけども、はい、来季に向けてね、一筆入れときゃいい、うん、コンプラとかパワハラとか一切関係なく指導しますと、はい、それに それに不満がある人は契約書にサインをしないでくれと、うんうんうん、いうぐらいに、やっぱやった方が、じゃないと鳥越って結構厳しいからね。そうなんですね、鳥越さんは、うん、そうそう、厳しい、あれを持ってるし、まあ、それだったら俺はそういうことを一筆書いて、はい、やっぱ規律があった方が絶対強いんだよ。でね、もう歴史上そうなってんだよ。例えば監督がいて、ヘッドがいて、はい、コーチがいて、スタッフがいて、うん、で選手がいるっていう、このピラミッドを作り上げないとチームは絶対強くなるんだ、うん、選手ファーストだと絶対強くなるんだ。そうですね、これは、うん、やっぱね、選手ファーストはファーストなんだよ。やっぱやるのは選手だから、はい、これは大事にしなきゃいけないことなんだけど、権力とか力を持たすところじゃないんだよ、うん、やっぱ統率していくのは監督だから、はい、監督に一番権限を与え、ヘッドコーチがその次なんだよ、はい、だからその力関係のピラミッドを作り上げてるところがやっぱ強いよと俺は思う。西武がそれをできるかってことも一つのキーになってくる。いや、だからしないと強くは一生なんないと思う、うん、俺はね、うんうん、やっぱね、歴史が物語ってるって、武将がいて、うん、はい、ね、兵隊がいるわけでしょ、うん、いや、だからそういう会社でもそう、社長がいて、はい、ピラミッド式になってる企業がやっぱ強いよ、うん、乱れないよ。でもこれが選手とか社員が強くなった会社っていうのは弱くなるって。うん、そうか。それはね、決して差別ではないんだよ、はい、やっぱやらなきゃいけない選手たちっていうのは、うん、やっぱファーストだし、もう本当に食事なんかは一番いいの食べさせていいんだよ、うん、で監督とかコーチなんかはもうね、ほんとスルメ食っとけみたいな、うん、いやそんな感じでいいんだよ、はい、だけどここって言った時には監督が一発命令を下したら、それがもう末端まで響くような、浸透していくようなチームじゃないとやっぱ俺は勝てないと思うんだよね。厳しさも必要だよね。これはね、現代とか昔だからとか、うんうん、そういうことじゃなくて、勝負事とか会社の組織だとか、はい、国の組織だとか、うん、ね、そういうことにも同じことが言えると思うんだよ、うん、で特にやっぱ強くしようとするんだったら、そういうことが俺は絶対に必要なことだっていうふうには考えるんだよね。それプラスアルファ西口さん、そしてヘッドに鳥越さんということで、はいはい、どういうふうに再建していくのかなっていうのもファンの皆さんは楽しみにしていると思うんですけれども、鳥越さんはそのロッテの時はもちろんソフトバンクもコーチをされたことがあり、ロッテの時は井口監督の時のヘッ、はい、コーチもされていたということなんですけれども、そのバッティングの指導などに非常に定評があるというふうな記事もあったんですけど、まずどういうふうにヘッドとしてやっていかれるのかなっていう。野手の監督じゃない、ピッチャーの監督だから、はい、やっぱ作戦の立て方だとか、まあ、そういうこともやっぱアドバイスというか監督に、まあ、しなきゃいけないケースもあるし、あとはコーチ、はい、誰をコーチに置くのか、うん、まあ、例えば岡田というキャッチャーが
引退をした、うん、そのままバッテリーコーチになるんだったら、うん、ここも教育をしていかなきゃいけないよね、はい、だからいろんな教育、まあ、ベテランのバッティングコーチだとか、うん、いろんな人が来て、はい、それをタッグ組むんだったらそれをまとめなきゃいけないし、うん、新しいコーチが来るんだったら新任の、はい、そしたらそのコーチに対してコーチっていうのはこういうもんだよっていうのを言っていかなきゃいけないし、うん、でそのコーチングをこう見とかなきゃいけないし、だからまあ大変だとは思うけどね。そうですね、だからどんな役割かっていうのは、まあ、人を呼んできてどういう組織になるかによって、まあ、役割が変化してくるという、うん、まあ、そういう形になるかなっていうふうには思ってます。実際に指導したり選手を育てていくっていうのは、例えば打撃コーチであったりですか？あのね、言っとくけど、選手を育てるとか、うんうん、そのおこがましい。やっぱね、それはね、素質だよ。選手の、うん、できないものはね、いくら経ってもできない。だからこういうのはね、切り捨てないと時間がない。うんうん、だから鳥越だって2年契約か3年契約でしょ。はい、長くて3年、短くて2年。うん、この間に勝負をしなきゃいけないわけだ。西口と一緒に、うん、そしたらできないものはもう切り捨てるもん。もういや冷たいようだけども、それは2軍に生かしてやらせるようにしとけばいい、うん、できるもんだけは1軍を招集すればいい。じゃないと絶対強くチームにならない。手を差し伸べてる時間はない。5年だったらある。でも2年3年だったらならない。そんな中でじゃあのお二人は今度打撃コーチであったりとか、はい、まあ、守備走塁だったりとか、あのピッチングコーチ、バッテリーコーチ、どなたを。いやだからそのあのね、やっぱり人を呼んでくるっていうのは金がかかる、はい、ね、じゃあ現有で済ますのか、うん、どうなのかっていうこともこれから見ていかないとね、うん、そうですよね、うん、現有で済ませるようだと、まあ、そんなに期待はできないよな。そうですね、だからリフォームっていうような感じだから。あ、そうですね、うん、建て替えじゃないから、うん、そうか、だから中途半端にならないようにしとかないとなっていうふうには思うけど ね。あの以前数ヶ月前にその渡辺監督 GM も退任されると、その監督をの時に一応内部の組織もあの変えるというふうに、まあ、記事には出ていたので、もしかすると結構あのガラガラっと、まあそうだね、面々が変わるのかなっていうのかなっていうのも感じたんですけど、いやだから GM まで変えるっていうことなの。そこなんですよね。 GM を渡辺さんのままで戻していくのか、それともその渡辺 GM を辞められるのか。いやもう変えるんで、 GM を変えるっていうんだったら監督は決めない方がいいと思う。それは GM でどんでん会社あるよ。あるんですね。それはあると思うよ。それは GM だって責任持ってその責任つくわけだからさ、はい、いやちょっと待ってよと、うんうん、いやそうじゃないだろうっていうどんでん返しもあるかもわからないよね、うん、あ、そうなんですね。いやそりゃそうだよ。だって GM が責任一番持つ、うん、普通はね、うん、まあ日本の場合はちょっと違うかもわからないけども、まあでもそのぐらいの人がやっぱ GM の席に座らないとね、はい、で GM の人脈で誰か引っ張ってくるとかさ、はい、監督をね、うん、そうするかもわからないし、昇格する形となったけども、その GM 以下によってはまだまだわからない部分も。いや、まあ、わからないって言うけども、でも発表するしたわけでしょ。発表まだしてないんですよね。なんだ、憶測で喋られたのか。昇格する形となりましたっていう球団関係者の話なので、正式では。いやだから GM は鍋ちゃんだと、鍋ちゃんの指示で、いや、うん、西口って言うんだったら、うん、それはもうわかる。はい、でも鍋ちゃんもあの GM 職を解かれてっていう風になってくると、はい、もう新しい GM はもうおかげで分かってるのかね、まあ、それだったら西口っていう可能性もあるけども、うん、そうですね、でも GM 職も変えて中も変えるっていうんだったら、うん、やっぱこの GM の意見を聞く前に監督が決めるべきではない。そしたら組織に成り立っていかない。そうか、となるともう裏で GM も新たに決まってる可能性もあるよね。あるんですね。そうかそうか、まあ、まだシーズン中なのでね、あのこういうあの細かい情報しかピースしか出てきてはいないんですけれども、まあでもいずれにしてもピッチャーはいいしな、うんうん、だから野手やっぱり野球にはなるんだよ。そうですよね、うん、だからあとは野手どうやって点を取るかとかね、うん、まあ、今一生懸命若手が頑張って、うん、佐藤龍生だとか、はい、まあ、西川とかね、うん、ああいう人たちっていうのは成長してるしな、はい、だからそこら辺に源田がなリーダーシップを取ってっていう風になってくると、まあ、チームはねそんなに俺は弱くはないと思うんだよ。
いや本当にそうですよね、どうしてこう、いや今年の声結果に本当今年どうしたの、うん、みたいな、いそうなんですよね、一人一人の選手見てたらそうですよ、優勝候補そうだそうですよね、まあまあそういうことで、うんね、まあ、ここからねまたあのピッチングコーチであったりとか、はい、打撃コーチであったりとかが、まあ、決まっていくんだと思うんですけれども、まああれちょっとね、秋季キャンプの前までにはなんとかこう、いやそりゃそうだ よ、そりゃそうだよ、きちっとした体制で、そうだね、うん、あ特貫工事はやめてほしいな、そうですね、また同じことの繰り返しになっちゃいますもんね、じっくりじっくりやってほしいと思います、はい、はい。